で、この画面から、はい、でこの B スペシャライズドの、まあ、真ん中あたり、この詳細はこちらっていうところを、これはレンタルの、はい、押していただくと、うん、いろいろ予約の流れとか、どこのお店でできるよとかっていうのはいろいろ見れます、はいはいはい、これが基本の流れ、お客さんがする流れになるんですけど、はい、このまずステップ1の予約っていうところをしてもらうと、自転車とかサドルとかテストができる、はい、で、お近くの店を選んでいただければ大丈夫なので、じゃあうちを例えばセレクトすると、ここですね、はい、そうするとうちで保管してるレンタル商品のアイテム内容が出るってことですね。そうですね、ここから絞ってもらうような形になるか、はい、あとはこの下の画面で、はいはい、バイクの種類もしくは、サドルですね、はい、あとは、一応テストホイールも、はいはい、今あるものは、はい、ここに出てきます。じゃ CLX32 と CLX50 は、はい、厚木店で試せるわけだ。そうですね、今こう例えば予約するっていうのを押していただくと、こんな感じで空き状況が出るわけね。ここはもう定休日なんで開けてあるんですけど、はい、予約が入ってなければ確実に残り1セットっていう形で出てきますね。例えば32も同じように、はい、でこれはもちろんテストサドルですとかバイクとかも全部こんな感じで。これさ、はい、結構知らない人多いでしょまだ。そうですね、意外と浸透してなくて、電話で問い合わせがあった時にそのこちらからご説明して初めて、あ、そういうサービスがあるんだっていうふうなことを、知った方もいらっしゃるんで。うちでさ、はい、うちにいらっしゃった方もさ、はい、結構試乗車あるんですよっていうとさ、はい、それでここの案内するとそこから入ってで来るじゃない。そうですね、だまだやっぱりそこまで浸透してないよね、はい、なるほどね。でサドルに関してもそこから現状のラインナップ、今パッと出したのはこんな感じで出せるわけだ。そうですね、であとはやっぱりその、ちょっとお店にあるカラーなんかはバラバラだったりするんですけど、うん、基本的にどれでも用意できるようにしてますので。なるほどね。そんでさ、今ここにサドルあるじゃん。はい、でこれさ、一番やっぱりこう市場というか、レンタルされるお客様に試されるのってどれ。うちだとミミックですね。パワーとかパワーアークも需要はもちろんあるんですけど、うん、なんだろう、その結構こっちは多分もう定着してるというか、うん、なんかこれがいいんだよねって言って幅を測って、うん、もうわざわざその一回試してからとかじゃなくて、もう普通に買ってく、買って試すっていう方は結構、まあ、多いというか、男性の方とかでも。まずさ、フィッターから見てというかさ、まあ、乗ってる中島君もずっと経験長いと思うから、ショートノーズのサドルって今流行ってるというかすごい増えたじゃん。増えましたね、まあ、あれなんでなの。まあスペシャが、まあ、先陣切ってやり始めたんですけど、うん、まあ、まずこう前乗りというか少しこう前荷重になっても、まあ、痛くなりづらいというか、はいはい、まあ、その前荷重前提というか一昔の前のサドルの形状からすると、うん、比較的こう座る場所を前のめりにしてても、まあ、痛くなりづらかったりとか、うん、まあ、その前乗り前提での形状工夫がされてるんで、つまり今は前乗りが主流ってこと。主流というか、まあ、そういう形状の、まあ、サドルとかポジショニングが増えてきたような気がします。ちょっと前までさ、はい、なんだっけ、いいだっけ、なんか SE あったじゃん、はいはい、こんなんあったじゃん、はいはいはい、あれ何なのあれ、あれ、今野さんに言われたあれはなんか、うん、ね、すげえ今野さんは否定的なというか意味がわからないそうなんだ、そう言ってます。そうですね、え、今野自体が使ってるのは今パワーサドル、パワーアークですね、アークを使ってる、ね、パワーサドルとパワーアークってどこが違うんだっけ。形状が結構この肩のっていうか、ショルダー部分が張り出しがだいぶ、それがパワーサドルとパワー、あ、ちょっと見せて、はい、これがパワー、
ですね。ああ横をこう映すとどうなの？真正真上から見るとそんなにかもしれないですけど、はいはいまあ、ここの面がパワーよりアークの方がストンと落ちてるんで、はいはいまあ、太もものこう動きとかペダリング中の動きに妨げがあんまり出ないような形状。もともとこれも元々パワーしかなかったじゃないですか、うんうん、そうだよね。で僕打っててすごい感じてたのはめちゃくちゃいいっていう人と、うん、ここがぶつかるっていう人がすごい多くて、欲しいんだけどここがぶつかっちゃうから買えないっていう人が結構多かったんです、ね、じゃあ最近はやっぱりアークの方がすごく動いてるって感じ。だからなんか多分今野さんみたいな人とかその、まあ、だから太ももがこう太い人簡単に言うと、はい、結構筋肉がついてる人とかはパワーよりパワーアークの方がまあ評判がいい。特にまあ源田なんかはもともとずっとあのフィジークのアリオネ、はい、細身のサドルしかもう俺は使わないってずっと言ってたんで、はい、なんかずっとフィジークのアリオネで最初スペシャルのサドル否定的だったのに何かに変えた瞬間に極端に変わったじゃん、はい、手のひら返しですよね。そうですね。何なの？いやまあ性格でしょうね。そうね。まあでもずっとその僕が一緒に走った時から俺はアリオネしか使わない、もうこのサドルしか使わないって言ってたんですけども、うん、割れるぐらい使ってましたからね。でそこから一回トゥーペって、うん、まあ今正直ラインナップから消えていく寸前のモデルがあるんですけど、うん、それ使ったらいやトゥーペめちゃめちゃいい。で今パワーサドルに変えたらもうパワーサドルに、そうです。結局多分何でも大丈夫だと思います。アークに使う、アークに変える前も俺はトゥーペしか使わないからみたいな。そう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 、はい。逆に言うと今野さん多分あのいいなと思感じたらもう多分それに認める。そうなんです、ね。はい、はい、まあ、それまでは基本的には否定から入る。ああなるほどね。ああ使ってよければそうね。はい。そうね。多分これ見たら多分怒ると思いますけど。ね、スタッフに関してはあいつダメだよから入るからね。そうですね。そうだよね。なるほどね。でも今一番うちで試されてるのはあれなんだ、ミミックなんだ。そうですね。やっぱ、うん、まあミミックが多分一番後発っていうのはあると思うんですけど、うんまあだね、だから結構女性でも悩まれてる方多いんじゃないですかね。うん、多いね。はい。何が違うのミミックって？まず形状で言うとこのチャネルっていう穴開きの部分が埋まってるっていうところ。ちょっと見して。はい。あいいですね。まあこれが実はまあ軟組織とも同じ、もうすごいソフトな素材を使ってて、ね、まあ、あの話によるとあの乗ってて、まあ、こう助手席が落っこっちゃうらしいんですよね、うん、でそれを保護してあげるのと、まあ、あとは前にこう荷重が移った時も先端部分もソフトなんで、うん、あの比較的あのやっぱり痛みが出づらい、しびれづらい、うん、やっぱりこう乗ってると鬱血したりとか血流が悪くなってしまうっていうのが一番悩みだったらしいんで、まあ、それを改善したり、俗に言う女性特有の骨格用にリファインされたパワーサドル。そうですね、はい、でも幅がやっぱり広いのはそれも女性の骨格に合わせて、一番広いのでいくつまであるんだっけ？168です、ね、まあ、でも形状自体はパワーと一緒だよ、ね、ほぼ一緒です、ね、ああそうなんだ、はい、なんで別に、まあ、パワーももともとこれ男女兼用なので、決して例えばじゃあこのミミックもその女性だけ向けとは言えないというか、男性でも使ってる方はいるので、これ結構使ったらめちゃめちゃいいんですよ。なんか座面がさ、はい、普通のパワーサドルよりもちょっとフラット感ない、そんなことはない？どうなんですかね。今そんなには大きく変わってないように見えますけどね、うん、ただやっぱりこう体重がかかった時の痛みとか圧迫感っていうのはパワーよりない。なんか単純にこう商品自体を比べたときにその先端部分のフラット感が、うん、あのミミックの方が平らっぽく見えたんだよね。あ、まあ、多分ここが埋まってるから、ね、そうですね。あ、埋まってるからそういう風に感じる、はい、細かい溝とかも全然ちょっと違う感じない、はい、体重が乗っかっても全然大丈夫。じゃあ逆に男性が使って、はい、あのすごく評価が高かった時もあるってこと？あ、もちろん男性でも合う方は、はい、あの C 以外も自分も使いましたけどいいよね話が出て、まあ、今ちょうど数日前ローミン、うん、エボじゃないですか、ローミンとあとフェノブのミミックが出てきたんで。そうだよね、新しいラインナップ出てたもんね。それもちょっと試してみたいなっていうのはあります、ね。まあ、藤沢店でいうとミミックより全然パワーとかパワーアークの方が、うん、まあ、視野としては、まあ、レンタル使ったりとか乗っていく人は多いので、うん、まあ、スタッフが使ってるというのもあると思うんですけど。じゃああれだ、車体もそうだしサドルもこうやってレンタルでいろいろ貯めてせるし、お客様にはこうぜひ、活用して。そうですね。そして、はい、今野源太は常に否定から入る。そうですね、
はい、多分怒られるのは多分自分なんじゃないかなって思ってるんですけど、まあでも今ねパワーワークすごいねベタ褒めしてるよね。そうですね、本当に。 ちなみにサドルのレンタルっていくらなんだっけ。1日500円だと思います、うん、で、あの基本、まあ、何日でもって言ったらおかしいんですけど、うん、あの別に2日間使いたかったら、うん、その分かかっちゃうんですけど別に2日間使うことももちろんできます、うん、車体に関しては基本1日なんだよね。でも車体も借りようと思えば、うん、まあ、何日間でもというか連続で借りることもできるんで、ただ金額ももちろんその分かかっちゃうので、車体が S ワークスグレードだともう、1日6000円とかですね、はい、基本的にあの購入してご購入に例えばあの、はい、サドルなんかの場合はご購入してもらった場合には、はい、うちの場合にはキャッシュバックしてる感じ。キャッシュバックがついてない、そのキャッシュバックされるのが、はい、あれなんですよ、銀座と新宿だけ。あ、そうなんだ、はい、うちやっちゃダメなんですね。やっても別にいいんですけど、はい、それはあの社長次第。じゃあやっちゃおうよ。あ、わかりました、はい、じゃあキャッシュバック、はい、全部しますので。やっちゃおう、はい、なるほどね、はい、まあ銀座と新宿だけやっててね、うちだけやらないってことさ、まあ、そうですね、なんか負けた気がします。そう、負けた気がするじゃん、はい、なんかそれね、はい、ちょっと悔しいじゃんお客さんにもなんでって言われちゃうったら困るんで。そうだよね、そうだよね、はい、じゃ あの借りてもらって買ってもらったら、はい、お金も返っちゃうと。わかりました、そういうことね、はい、なるほどね、了解しました。だからレシートだけちゃんと、そうね、保管しておいてもらえれば僕らもわかるんで、ね、でレンタルの空き状況についてはウェブサイトから確認する。そうですね、基本的に空きがあれば飛び込みで来てもらっても貸したり。あ、もちろんそれは貸し出しできる。あの、その日例えば来てうわ乗りてってなった場合はあの言ってもらったら出せます、はい、すぐその場で予約入れられるので、うん、了解しました。ただ入れとかないと他の人が入れちゃうかもしれないので、まあ、できれば早めに、はいはい、入れといてもらった方が間違いないと思います。結構週末とか稼働率が高い。わー、なんか多い時と少ない時と、この前なんかは結構多かったりとか。なんか藤沢店通してもこうレンタルできたらいいですよね。そうね、はい、だから藤沢店の方にも言ってもらえれば、あのできる限り、まあ、スペシャライズのサービスだけどうちの方であの貸し出せるものというか、うん、やっぱりレンタルできるものはきちっと用意して、あの同じプログラムでご提案ができるようにできればいいよね。お客様からの問い合わせで我々の方も、まあ、レスポンスによってちょっと変えていくところが必要だと思うので、とりあえずこれ借りれますよということで、はいですね。了解です。これさ、フィットをかけるとさ、はい、例えばそのサドルの角度だったりとか、はいはいはい、あの当然位置関係なんかについてもあのデータは出るわけで、まあ、最後書面で出せるんで、はい、まあ、サドル高セットバック、はい、まあ、もちろんサドルに座った状態からのハンドルまでのリーチだったりっていうのも最後書面で出せます、はいはいはい、まあ、それを通して例えば厚木店だったりとか他の店舗でバイクを組み立てていただくっていうのも全然可能なので。なるほどね、はい、まあ、とにかく500円なんだから試さない手はないっちゅうことですね。で帰ってくるんで。そうだよね、そうですよね。結構他のメーカーの方とかでも、他のメーカーの方っていうのはおかしいか、他のメーカー乗ってる人でも割と多いんですね、うん、サドルはとかシューズはとか、まあ製品として、まあ、ボディジオメトリーって言ってる通り人間工学に基づいて作ってるんで、まあ、そのリチュールのデータをもとにサドルとかシューズとかの製品を作ってるですよ、スペシャライズって。なのでまあシューズとかアフター用品は結構スペシャライズと使いたいって人は結構多いですよね、うちにも来ますし。ちょっとやっぱりうちのチャンネルもさ、こういうこうサービスだったり商品紹介を増やしていかないとさ、本当にひたすら乗ってる。そうですね、そうですねなっちゃうので、ね、あの次回はあの新しいアパレルも入ってくるし、あのスペシャライズのアパレルのラインナップのご紹介ができたり、はい、何かしらちょっと新しいことやっていこうと思うので。分かりました、ね、ちょっと2人でチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、皆さん SBC インスタのチャンネル登録お願いします。お願いします。この辺、この辺、その辺、その辺、その辺、ぜひお願いします。了解です、ありがとうございます、はい、以上パッとしない2人でした。じゃあ今日はこの辺で。